京日急戦艦、京日急戦艦、リニエンシフデア京日比クラスは、ドイツ海軍の土急戦艦の艦級で、第一次世界大戦前に四隻が建造された。本級の竣工時には、太陽艦隊における最も強力な軍艦であり、ユトランド沖海戦に参加した後も、大戦を生き残ったが、1919年にスカパ、フローで自沈した。 本級は老朽化していた全土級戦艦、ブランデンブルク級の代替として1911年度海軍計画において3隻と1912年度海軍計画において1隻の計4隻の建造が認められ、全艦が1911年に寄港し、1913年に収益した。同世代のイギリス海軍のちょうど戦艦への対抗として、 カイザー級戦艦の改良型として設計し直された。全球と比較して、手法をすべて中心戦場の配置とし、社会を拡大している点が主な改良点である。本級の建造中に急速に両国間の緊張が増したため、最終公務は省略され、第一次大戦開戦1ヶ月で全艦が収益、第三戦艦隊を形成した。本級は、 ユトランド沖海戦で主要な役割を果たし、損傷を受けた者の全艦が生き残った。その後、スカパフローに開港されるが、イギリスへの引き渡しを拒み、他の多くの艦と共に自沈した。本級の船体形状は、戦手郎型船体である。全級までの特徴であった、水面下の葛藤不艦誌はそのまま引き継がれた。同時期のドイツ戦艦、巡洋戦艦と、 同様、マストは、見張り所程度を設けた、短脚構造とし、その基部付近の環境上に、即居技等を配置した即的、射撃指揮所が置かれた。本級の手法等の数自体は全級と同じご基重門で、ある。全級では、全部甲板上に1番手法等1機、中央部甲板に2番3番手法等をはしご型に、配置。 後部に4番5番手砲塔を背負い式配置していた。対して、本級では、全手砲塔を中心線上に配置する形態に、改めた。1番2番手砲塔が背負い式配置、3番が、中央部後半の左右中心、後部に4番5番手砲塔を背負い式である。これにより、全部に試行できる砲数は6門から4門、後部に対して試行できる砲数は8門から4門に、 減少しているが、呪文すべてを試行できる射角はより広くなっており、実質的な戦闘能力は向上している。ユトランド沖海戦後に遠距離砲戦に適応した改装が行われ、手砲等の行角を13.5度から16度へと引き上げるとともに、短脚式の全部マストを補強して、太くし、その中段に二層構造の射撃式書が設けられた。 本級の主武装は1911年型 SKL5030.5cm50 口径砲を採用した。この砲は 405.5kg の砲弾を最大行角13.5度で 16,200m まで到達させることができた。方針の不要のみ圧式で、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で補助に人力を必要とした。 方針の不行角は、行角13.5度、深角8度で、旋回角度は、艦首、艦尾看板上のものは300度であったが、旋回中央部のものは、上部構造物に異を制限された。発射速度は1分間に2から3発であった。なお、1914年の改装で、方針の行角が16度まで引き上げられ、射程距離が2400メートルまで延伸された。 この階層の代償として深くは5.5度へと低下した。複砲には1908年型 SKL455cm45 口径砲を採用した。その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角20度で 14,900m まで到達させることができた。砲身の不良、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に人力を必要とした。方針の不行角は、行角20度、不角のなどで、左右の旋回角度は、甲板上に配置したものは300度であった。発射速度は1分間に5から7発であった。防空用に、8.8cm、45口径、単装広角砲4機を装備した。水雷兵装として60、60cm、 水中魚雷発射艦5機を装備した。シュルツにクロフト式もしくは海軍型ボイラーを採用し、石炭戦勝水艦艦12機と重油戦勝艦3機に直結タービンを高速型と低速型を1組として3組3軸推進の構成となっていた。本級のボイラー室は3室に分かれており、艦首側の1番ボイラー室に重油戦勝水艦艦3機を収め、 2番3番ボイラー室に石炭洗浄水管管を6機ずつ収めていた。ボイラー室の配置は、船体中央部に3番主砲塔の弾薬庫がある。ために1番2番ボイラー室と3番ボイラー室は間隔を空けて配置され、このため2本煙突のうち2番煙突は断面が円形であるが、1番煙突の断面が楕円型となり太くなった。機関の設計時には、 ドイツの造船所でタービンの製造が可能となったこととなり、2隻を並行して建造することが可能となった。この当時のタービン機関は低速時の燃費が芳しくなかったため、巡航用の機関として満車のディーゼル機関12000馬力を搭載する設計であった。しかし、実用的なディーゼル機関が開発できなかったために1911年度計画の3隻には、 搭載できず、ついで1912年度計画の一石にも間に合わなかったために計画倒れとなった。このため、推進機関はすべてタービン機関に改め設計された。スクリュープロペラの直径は、既存艦のものよりも大型化して3.8メートルとなった。タービン形式は、K2 比、クローンプリンツビルヘルムが改めパーソンズ式だが、K2 比は、 大焼け身において4万3千馬力で20ノットを発揮したのに対し、クローンプリンツビルヘルムは、高止出力4万6200馬力で、速力21.3ノットの高成績を収めた。グローサークルフィュルストは、アイグ、フルカン式で4万5100馬力で、速力21.2ノットを発揮。マルクグラーフは、ベーザー社が開発のベルクマン式で、高止出力4万1400馬力で、 速力20ノットを発揮した。航続性能は12ノットで8000回入り、燃料は石炭3600トンと重油700トンを搭載できた。本級の防御方式は、カイザー級から引き続き、艦隊の推薦部を広範囲に防御する全体防御方式を採用していた。船体長の優に88%が二重艇であった。このため、 クローサー・クルフィルストは1916年11月にイギリス海軍の潜水艦 J1 からの来撃を受けたが撃沈されず寄討し1912年2月までに修理完了したその後ロシア革命時代のバルト海での作戦で嫌いを引っ掛けたが大浸水はしなかった楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください